8 8トルロケット発射機43型とは第二次世界大戦中にナチスドイツ軍で採用された合計8 8トルの対戦車ロケット砲である。プップヒエンとも一般的なロケットランチャーと異なり、火薬式の方と同じく閉鎖機を持っていた。本砲はワサグのエイリーヒホンホルト博士により設計されたが、 その開発の経緯を記した資料が少なく、同威力のロケット弾を用いるパンツァーシュレックとの開発の前後関係など謎な部分が多い。構造はシンプルでプレス加工の後半を溶接した短足型方が発射時にロケットの燃料の燃えカスが吹き付けるのを防ぐ薄い盾、二重構造の肉の薄い方針、不行、旋回にギアを用いず中退機もないシンプルな方が2個の 天輪で構成され、通常の方に比べ玩具のように小さく簡易な作りであった。車両での牽引や馬質による長距離移動の際には2.8センチメートル渋滞戦車重用のものと同じプレス鋼板製の天輪、または雪上用のソリを装着することもできた。戦闘時にはより姿勢を低くして敵に発見されないようにするために、 これらを外し方に紐をつけて引きずっていくことができた。また8個の部品に分解して人力で長距離運搬することもできた。本砲のロケット弾は RGR4312 であり、後に採用されたパンツァーシュレック用の RPGR4322 及び4992と同じ弾頭を用いており、形状がよく似ている。しかしパンツァーシュレックでは、 反動をなくすためロケットの推進力を発射機で受け止めず、後方に爆風として半ば捨ててしまうのを補うため、推進剤が多く、ロケット弾の全長が少し長くなっている。これに対し、薬室の閉鎖機を持つプップヒエンでは、発射時の爆風を全て放画で受け止め、二重になった方針の間から前方にガスを逃す方式で、 発射時に反動で砲全体が2から30センチメートルは跳ね上がるのが記録映像でも確認できる。プップヒエンは携帯式ロケットランチャーであるパンツァーシュレックに対し有効射程が350メートル、最大射程が700メートル、方向初速が秒速150メートルと優越している。しかし威力の割に小型軽量であるとはいえパンツァーシュレックほど生産コストや 警戒さに優れるものではなく、1943年中に3000文ほどが作られただけに終わり、その活躍もあまり記録されていない。使用砲弾初面、8.8センチメートル、レイクテンパンザーバッチスグロナテ4312。ありがとうございます。